オフタルモサウルス科は、ジューラキ中期バトニアン期から、白紀後期セノマニアン期にかけて、現在のアジア、オーストラリア、ヨーロッパ、南北アメリカの海に生息していた魚流の絶滅した、とが、最古のものは、バトニアン期のアルゼンチンに生息したモレサウルスである。1956年に、アプルビーが、この分類群を、オフタルモサウリアと命名し、他の論文でも指示されたが、 両者はシノニムであり、オフタルモサウルス化が優先形を持つ。オフタルモサウルス化は1999年に、モタニ・リョウスケによって、ブラック・ペプタージアス・イクストリーマスと、ローサルマソリス・アイスニカスの最も新しい、共通祖先とその全ての子孫として定義された。彼がオフタルモサウリアの定義として提唱したものも、全く同じものであった。下のクラドグラムは、 パトリック・エス・ドラッケン・ミラーとエリン・イ、e ・マクスウェルによる2010年の解析に基づく。バランタン・フィッシャーとエド・ウィッチ・マスレア・マキシム・エス、アーカンゲルスキー及びパスカル・ゴダ・フロイトは2011年にスベルト・ネクテスを記載し、オフタルモサウルスカをアース・ロプタージアス・クライサームとローサルマ・ソリス・アイスニカスの最も新しい共通祖先とそのすべての子孫として再定義した。 この場合においては、オフタルモサウリアは、オフタルモサウルスカのジュニアシノニムではなくなる。下のクラドグラムは2011年のフィッシャーラの論文に従う。フィッシャーラは2012年にアカンプトネクテスを発見し、初めてオフタルモサウルスカの中に2つの赤である、オフタルモサウルス赤とプラティプテリギウス赤を定義した。オフタルモサウルス赤とプラティプテリギウス赤は単一の、 系統にまとめられないと分かった。縮小化した下頭部、背中の板状の天使、上腕骨の召喚節面の前方に付属部があること、前びれの切れ込みが存在しないことがオフタルモサウルス科の特徴である。 さらに2013年には、レニニアが新たに発見され、これも系統樹に組み込まれることとなった。下のクラドグラムは、フィッシャーらの2013年の論文に従う。ただし、エリー・マクスウェルをはじめとして、オフタルモサウルス赤及び、プラティプテリギウス赤を分類に用いない研究者もいる。マクスウェルは2017年に発表したジェンガサウルスの元気載論文において、 オフタルモサウルス赤という分類群そのものを否定している。以下のクラドグラムはマックスウェルの2015年の系統解析に基づく。ありがとうございます。